ただいまで第2次会議を行います。大臣よろしくお願いします。夜分に、お集まりいただきましてありがとうございます。まず本題に入ります前に、ニュージーランドの南東で、起きました地震で、邦人の安否不明者というのが初めて、明らかになりました。現地時間でございますけれども、3月の6日キングスエデュケーション留学中の方の一人でありました平内よし子さんが身元が確認をされまして、現地時間の午後9時過ぎ、山花外務大臣政務官及び三田村大使の立ち会いのもとで、ニュージーランド警察から現地滞在中のご家族に対して説明がございました。改めて平内さんのご冥福をお祈り申し上げたいと思っております。また、ご家族の皆様方にお悔やみを申し上げたいと思います。事実関係から申し上げますと、日本時間の2時ぐらいに山花政務官から電話がございまして、日本人の初めての身元確認が発表されそうだということで、ニュージーランドの法律によりましてですね、本来であればすぐに報告をされるということであったそうでありますけれども、我々の意向をお伝えをして、ニュージーランド政府にもご協力をいただいて、そして、ご家族の皆様方に確認をさせていただく中で、今回の発表に至ったということでございます。またそういったことについては、今山原政務官が現地でしっかりと対応してもらっておりますので、引き続き本省との連絡を取りながら、適切に対応させていただきたいと考えております。在日の外国人の方から政治献金をいただいていたなどの私の政治資金をめぐる問題におきまして、この一両日熟慮を重ねました結果、この度外務大臣の職を辞することといたしました。先ほど総理公邸に菅総理を訪問いたしまして、私の決意を申し上げまして、総理にご了解をいただいたところでございます。この場をお借りをいたしまして、外務大臣を拝命してから、6ヶ月足らずで職を辞することになりましたこと、またクリーンな政治を目指していた北にもかかわらず、政治とお金の問題で、不信を招いてしまったことに、まず国民の皆様にお詫びを申し上げますとともに、私が辞職を決意するに至った思いを説明をさせていただきたいと思います。指摘を受けました在日韓国人の方は、在日外国人の方は、私が家族とともに山科に転居した中学2年生の頃より、引っ越しをいたしました団地の近所で焼肉店を経営をされておられまして、それ以来長年にわたりまして公私ともに親しくお付き合いをさせていただいておりました。また私が政治を志した時点から今まで変わらずにずっと熱心に支援をしていただいた方でございます。ところが、私はこの問題が発覚をするまで、この方から献金をいただいていたという基本的事実を承知しておりませんでした。もとより、こうした献金をいただいていたことをもって、外務大臣としての職務が影響を受けたということは全くございませんし、私の政治経歴において、献金をいただいたから便宜を図ったということもございません。
しかし金額の高にかかわらず、また事実を認識していなかったといえども、外務大臣の職にある政治家が外国人の方から献金を受けていたという事実は重く受け止めざるを得ません。外国政府や国民の方から、疑心暗鬼の目で見られるなどによりまして、日本の外交の信頼性を揺るがせるようなことになれば、私はそれは本意ではございません。また今回、別に政治資金収支報告書にご記載があったなど、自らの政治資金の把握に不十分な点が相次いだことについて、責任を感じております。献金の処理は事務所に任せておりましたが、その内容に自ら十分に目を通しなかったことは、政治家としての政治資金の管理が徹底できていなかったものと言わざるを得ません。その管理責任は私自身にあると考えております。今申し上げましたような観点から、この際外務大臣の職を辞することで政治家としてのけじめをつけるべきだと考えました。また再びこのような問題が生じないように、自分の政治家としての足元を見つめ直して、しっかりと再構築に力を注いでまいりたいと考えております。なお、この今問題となっております在日外国人の方からいただいていたものについて、現時点での調べは次のとおりでございます。平成17年から20年、そして、平成22年にも受領しておりました。その金額は各5万円でございます。なお平成16年および平成21年は受領しておりません。また平成15年以前につきましては収支報告書の保存期間を過ぎておりますので、不明でございます。またこの保存期間の政治資金収支報告書については、それ以外に外国の方からもらっていないかどうかということもこれ調べているわけでありますが、明確に名前がそれと分かる方ならまだしも、なかなか全体図を把握するというのは相当な時間がかかるんじゃないかと思っておりますが、それについては今後もしっかりと調べさせていただきたいと、このように考えているところであります。こうした中でですね、喫緊の課題であります平成23年度の予算の参議院審議が、重要局面に差し掛かっておりますし、私の政治献金をめぐる問題によりまして国会の審議を停滞させるわけにはまいりません。また、国際情勢は申し上げるまでもなく目まぐるしく動いておりまして、日本を取り巻く外交安全保障政策も一日の猶予もございません。今月14日からはフランスにおきまして G8 外相会談が予定をされており、また先ほどお話をしましたようにニュージーランド地震で被災をされた日本人行方不明者の方々の安否確認やリビア情勢など中東情勢への対応など外務大臣としての課題は山積をしております。このような時期に外務大臣を辞任することによりまして各方面にご迷惑をおかけすることも十分認識しておりますが、しかし逆に職にとどまることで内外の国政課題、内外の国政課題の推進が滞ることも避けなければならないと考えております。特に私の目指してまいりました経済外交あるいは日米同盟の深化というものが道半ばで、私からはやることができなくなるということは残機に耐えない面もございます。しかし、熟慮の末に一刻も早く
けじめをつけるべきだという結論に至りましたので、関係各位のご理解をお願いしたいと存じます。最後に改めまして、国民の皆様や同僚各位、あるいは支援者の方々、そしてこの問題となりました焼肉屋の方にもですね、多大なご迷惑、ご心配をかけましたことを改めてお詫びを申し上げたいと思います。ご質問ある方、山本さん。ですね、総理からどのような言葉があったのでしょうか。異論は足りなかったんでしょうか。もったいなくも異論はいただきました。しかし、先ほど申し上げたように、予算の審議、あるいは外交の空白を作ってはいけないと、こういうことをお伝えをし、最終的には総理にもご了解をいただいたところでございます。通信の松山です。総理とお話になって、かなり長時間お話をされて、今後の対応策などもお話になったかと思いますが、前原さんの口からちょっと言いづらいかもしれませんが、後任は決まったのか、決まったとしたらどなたなのか、もし明らかにできればお願いします。後任は総理がお決めになることでございますので、そういった話は一切しておりません。また長時間にわたってお話をいたしましたが、実は冒頭はこのニュージーランドの日本人の方が初めて身元確認ができたということの対応についてかなりお話、ご相談をしておりました。引き続き関連してご質問になっています。野口さん。すみません、日本テレビの野口です。総理とお話しされて辞意を伝えられたということですが、具体的にどういった言葉で、大臣のお気持ちを総理に伝えられたのかということと、それと、後任どなたに決まるか分かりませんが、外務大臣としてですね、これだけは真剣に一生懸命取り組んでほしいということがありましたらお願いいたします。はい。先ほど皆さん方にお話をさせていただいた通りでございますけれども、私の政治資金の問題で、国民の皆さん、そしてまた国会審議にご迷惑かけて申し訳ないということを申し上げました。やはり特にこの外務大臣でありですね、政治資金規正法で認められていない外国人からの献金というものが、知らなかったとはいえですね、あったということ、これについて、国民あるいは海外から疑念を持って見られたら日本の国益が損なわれると、また外交の空白を作ってはならないと思うということを申し上げたところであります。後任の方については、これは私は菅政権の外務大臣をさせていただいて、菅政権としての大きな方針が経済外交、そしてまた日米同盟の深化でございますので、この大きな2つについては、しっかりとやっていただきたいというふうに思いますし、あとは、適正な方を総理が選ばれるでしょうから、しっかりと頑張っていただきたいと思っております。関連したご質問の方、竹内さん。東京新聞竹内です、はい。前原大臣がお辞めになることで、菅政権がさらに政権より厳しくなるだろうというふうに言われております。この辺に関する影響を前原さん自身はどのようにお考えになって今回の決断されたんでしょうか。私の政治資金上のミスで、このようなことになってですね、菅政権に、またひいては国民の皆さん方にご迷惑をかけていることを本当に申し訳なく思っております。こういう問題を起こして、
また外交の空白というものが生じて、残るよりもですね、やはり一刻も早くけじめをつけるということの方が、私は、まあ、菅政権というのは菅政権のためにあるわけじゃなくて国民のためにあるわけですから、その方がプラスになるんではないかという判断を私としてさせていただいたということでございます。はい、関連のご質問のある方、永井さん。日本経済新聞の永井です。字を固めるにあたってですね、いつ決断をされたのかというのは一つと、その間どんな方に相談し、その中で言葉、印象に残っている言葉、胸に響いた言葉などがあったら教えていただきたいと思います。それからですね、事務的ミスとはいえ、大臣としてのイメージに若干傷がついた部分はあるかと思うんですけれども、そういった意味で その信頼回復に向けて今後の政治活動にどう取り組まれるかについてもお願いいたします。はい、先ほど申し上げたとおり、菅総理のところに、お話をするまで、さまざまな方のご意見を伺ってですね、自分としての判断もさせていただいたということでございます。いろんな素晴らしいアドバイスをいただきました。しかし、すべてが素晴らしいアドバイスでございましたので、特にどれがということはございません。自分自身のことについては、これは身から出たサビでございますので、とにかくそういった事務的なミスが起きないような事務所体制をしっかり、固めるということは当然のことではないかというふうに思っておりますし、そのような体制づくりにしっかりと進めてまいりたいと考えております。関連してご質問です。田中さん。迷いを止めてしまいましたので、田中隆作と申します。この辞任の真相は、実はどこかのフロント企業からの献金ではないかと言われております。という指摘もあります。前原大臣がS 氏がある人物と知り合ったのが6、7年前で、この人物が逮捕されたのが6年10ヶ月前。そうなると、そういう人物であるということを知りながら、連合大臣、野田大臣に紹介したということでしょうか。ご所見をお伺いいたします。はい、これは国会で、答弁させていただいているように全く知りませんでした。真相はということは全くありません。そのさまざま言われていることについては私はやましいことは全くありません。ただご記載をしたということはこれは事実でございますので、関係者にお詫びを申し上げるとともにですね、この点も含めて事務所の体制をしっかりとしていかなくてはいけないと考えております。NHK なんです。2点お伺いさせてください。大臣はかねがねですね、その日本の外交というのは総理外相があまりにも早く変わりすぎるということについて非常にその懐疑的な姿勢を投げかけていました。今回ご自身で決断されたということですけれども、そことの兼ねはどういうふうに判断されたのかということは1点と、それから昨日北九州市で大臣会見された際にですね、このようなその在日外国人の献金というものは非常にその判断しづらいものがあると、またネット献金などが行われた場合にはそれがどうやって判断するのか非常に難しくて議論が必要ということもおっしゃってました。今後自ら職を辞されて身を引かれるわけでありますけれども、こうしたことについて今後どういうふうにあるべきだというふうにお考えでしょうか。はい、外交はですね、やはり継続性というのは大事ですし、またリーダーである、日本でいうと総理、そして外務大臣が各国首脳あるいは外相レベルと人間関係を作ってですね、その中でやはり日本の国益を追求し、他国とのウィンウィンの関係を作っていくということは極めて大事だと思います。そういう意味では、自分自身のミスでですね、このようなことに至ったということは誠に残念でありますし、これはある意味で国益を損ねることを自らしてしまったというふうに思っております。いずれにいたしましても、やはり総理や外務大臣というのは
ある程度長くやらなきゃいけません。私も去年の9月に国連総会に行ったときに、せっかくミスター岡田とですね、知り合いになったと思ったらまた変わったのかということを言われました。そして他の外務大臣からは、自分が外務大臣になってからあなたは6人目の外務大臣だと、日本の、いうことも言われました。そういう意味では政治の安定というものをしっかりと作って、総理や外務大臣がコロコロ変わらないような、そういう政治の安定というのは作っていかなくてはいけないという思いは全く変わっておりません。あとのご質問でありますが、あまりそれでミスをした人間が生意気に言うべきことではないというふうに思っておりますが、ただそれぞれ調べられたら、そういった献金があったということもあるかもしれません。そういう意味では、今後全体でそういった議論が進んでいくことが望ましいと、このように考えております。琉球新聞の田中です。沖縄の基地問題について、特に普天間の問題について、従来日米合意の方針でですね、沖縄に引き続き理解をということをずっと言い続けておられましたけれども、この間、その理解がなかなか進んでいないという現状を、やめられる中でどういうふうに思われるか、あるいは、さらにその今後ですね、引き続きどういうふうに取り組むべきか、辞任がどういうふうに影響を与えるか、この3点をお伺いしたいんですが。はい、私は去年の政権、おととしの政権交代以来ですね、沖縄担当大臣をさせていただき、また今度は外務大臣を務めさせていただいたわけでありますけれども、今回の辞任というものが、大きな影響が出ないことを望んでおりますし、また、後任の方、あるいは防衛大臣、官房長官、当然総理含めてしっかりと今までの方針通りやっていただけるんじゃないかと思っております。私は大事なことはですね、辞める人間は生意気な言い方をするかもしれませんけれども、やはり繰り返し申し上げますけれども、お詫びと感謝の気持ち、それを言葉だけではなくて施策に表していくことが私は大事だというふうに思います。その意味では今年は極めて重要な年だと思います。ポスト岸信を決める年でもありますし、軍典法に代わるものを作らなきゃいけないということでありますし、やはり引き続き現政権が沖縄の皆さん、特に中山知事はじめですね、主要な方々との連携をしっかり取りながら、我々はやはり、基地の問題とリンクさせずに沖縄の振興、自立的な経済発展というものを本気で考えるべきだとこう思っておりますし、今度は与党の一員としてですね、しっかりとサポートをさせていただきたいと考えております。そろそろ時間となりますので、最後のご質問をしたいと思います。向井さん。読売新聞の向井です。大臣就任以来ですね、この6ヶ月余り、非常にその日本外交にとって、難しい局面が続いたと思います。大臣が今その振り返られてですね、外交上のご在任期間中の外交上の成果と、また今後の日本外交における課題というものを少し総括してお話しいただけないでしょうか。成果というものがあるのかないのかも含めて、去りゆく人間が話をすべきではないと思います。ただ様々な問題が起きた、ほぼ半年でありました。特に尖閣の問題とか、そして、北方領土の問題もそうでありますけれども、私は一つ、この仕事をやらせていただいていて、これは日米関係も同じなんですが、政権交代における、つまりは中国政府もアメリカ政府もロシア政府も今までは自民党政権と基本的にお付き合いをしていたわけですね。それが民主党政権というのはどういう外交をやるのか、安全保障政策をやるのか、あるいは人間関係も含めてですね、そこがまだ手探りの状況が私はあったのではないかと思っておりますし、
尖閣の問題に出しましても、そういった面がなきにしもあらずかなという思いは持っておりますし、また普天間の問題もですね、私はそういう面がなきにしもあらずではないかと思っています。幸いこの中国そしてアメリカとはですね、政権交代が起きて、また尖閣の問題や普天間の問題でギクシャクをした時期がありましたけれども、私はアメリカとは完全に信頼関係は再確立できたと思っておりますし、中国側もやはり戦略的互恵関係という大局に立って、この二国間関係を進めていこうという雰囲気が完全に醸成されているというふうに思っております。あとはそれをどう具体的な形に表していくのかということだと思います。また、ロシアも、領土問題ではかなり強硬ではありましたけれども、日露関係というものは極めて重要なんだという認識を持っていると思います。つまりは、日本の技術力、あるいは近代化に対する支援、あるいは国際条理における協力、こういったものはやはり向こうもロシア側も必要だと考えておりますので、そういう意味では領土問題の原則は変えない。しかし他の問題での協力関係をしっかりと強めながらですね、領土問題解決できるタイミング時期をしっかりと待つということをやっていければ、私は日露関係も自然に発展をしていくというふうに思っております。政権交代でお互いの手探りの状況から、そういった信頼関係の方が、あるいは日米関係はもう完全に私は民主党政権でも大丈夫だという雰囲気になったと思いますので、そういう意味では外交安全保障というのは基本的に政権交代が起きようが起きまいが、日本の国益ということを考えればそれほど大きな違いはないんだということを民主党政権で実績を残していくことが私は大事なことなんではないか、そう思っております。では時間となりましたので以上で伺いたいと思います。ありがとうございました。